is now representing Japan, Mao Asada.4大陸フィギュアスケート選手権2012女子シングルショートプログラムグループ4、最初に滑走するのは浅田真央選手、21歳19番滑走です。5年連続5回目の4大陸選手権、初出場の年が優勝、その後3位、また優勝、昨年は2位でした。表彰台を外したことがないという浅田真央選手です。新しいコスチュームで臨みます。プログラムはシェラザード。どうでしょうか、トリプルアクセル。トリプルアクセル一応挑戦したんですけど、そうですね、はい、浅田真央選手、21歳の演技でした。一応強気で挑戦してくれましたね。そうですね。Let her hear you, ladies and gentlemen, Mao Asada。こうして外国のお客さんがこう気ながら打ってくれてるのは嬉しいですよね。そうですね、やはり真央ちゃんだから、はい、トリプルアクセル見せてっていう希望もあったんでしょうね。ですね、やはりこうテイクオフの時のスピードとかがかなり慎重に入ってたんで、バーっていく勢いじゃないかなと心配したんですけど、ここですね、ちょっとねバリ足りそうだですね、でもいい線まで来てます、はい、そうですね、
取れると思いますね。きちきちっとのフューチャーが明確に見えるその回転数が大丈夫です。大丈夫だと思います。The scores please for Mao Asada. チャレンジできたという顔してますよね。 Her short program score 64.25. She is currently in first place. 64.25 というスコアでした。トリプルアクセルはアンダーローテッド、回転不足の判定となっています。でも